こんにちは、春畑セロリです。この度音楽の友社から新しい教材を出させていただきましたので、ちょっとご紹介させてください。タイトルはカードで作曲ゲームとカードで作曲できちゃったの2冊で、シリーズ名がちゃんとあるんです。ゼローリの作曲ラブクラブという、シリーズの中の2冊ということになっていまして、まあ、こんな風に、ここは切り取れるようになってるんですね。ここを切り取るとこんな風なカードができるようになっています。先生の伴奏に合わせて子どもたちがこれでアクションするっていうシーンもあれば、音符をひっくり返すと豚骨ラーメンと書いてあったりみたいにして、いろいろなカードがそれぞれ のページに用意してあって、そしてね、カードを使って、遊ぶ中では音に合わせて自分でどれにしようかなって選んでみるっていう作業もいっぱいあるんですよね。で、その選んだものを弾いてみる、あ、もっと違うのにしてみようってやってみることができる、あ、ちょっとこれは失敗だったなと思ったら変えてみる、あるいはお友達が選んだものの方が、あ、なんかあっちがいいなと思ってみる、そんな風に自分で音を探し出して、実際にピアノのところへ持って行って音に出してみる、先生と合わせてみる、お母さんと合わせてみるみたいなことがすごくポジティブな体験として刷り込まれ、そしてその自分が選んだ音がどんな音楽を作ったかっていうことが、すごくこう、プラスの効果となって、音楽力もつくし知力もつくし、そして感性が豊かになるっていう、そんなカードになっていると思います。先生方はここにもいろいろ使い方が書いてあるんですけども、それ以外の方法をたくさん考えていただいて、自由に子どもたちと遊んでいただきたいなと思います。そしてメソッドではないので、1から順にクリアして8までいくっていうわけではなくても大丈夫で、よし、今日はこの子練習してこなかったからこんな遊びをしてみようかなって言って、出してみてもいいですし、まあちょっと週末に何人か集まった時に、みんなでこれやってみようよって言って思いついて、急にゲーム4をやってみたりしてもいいと思うし、から、先生が工夫したルールで、あるいは子どもたちとこんな風にカードがいっぱいあったらどうやって遊ぼうかって言って新しいルールを工夫してくださってもいいと思います。まあちょっとこれはすごく私も期待しているんですけれども、例えばこれ作曲ゲームって言ってますけれども、ゲームのようなことで作曲という素材を使うんですけれども、きっと作曲をしてみようかなっていうポジティブな考えに導くかれるお子さんもいらっしゃると思うんですが、そこだけではなくて、今弾いている曲、何を弾いているかそれぞれ違いますよね、そういう今弾いている曲に対して向き合う力が絶対ついてくると思うんです。その自分がカードで遊んで選んだり音を聞いたり、それじゃないなって思ったりすること、それが、自分が弾いている曲の秘密を解き明かすヒントになると思うし、それから楽譜のような非常にこうデジタルな情報ですよね、玉が並んでいるだけの情報のところからどうやって自分のエモーションをこうかきたてられていくのかっていうようなことに、絶対つながってくる、これをみんなで楽しく遊んだ後は楽しいっていうセロトニンみたいなものとも、つながって、音楽をよりポジティブに感じる力になって演奏力にも、きっと反映されると思います。ということで、先生もこう一つぜひこれをですね、生徒さんと、コミュニケーションするツールとしても使っていただきたいし、それからまず先生がちょっとチョキチョキして、並べてみたり、どうなってんだこのゲームは、何をやろうとしてんのかなみたいなのを楽しんでいただくと、きっとそれは生徒さんの役にも立つし、いいレッスンへとつながっていくと思うので、ぜひ活用してください。ゼローリの作曲ラブクラブへ、お越しください。